エアバス A310 イエメニアの A310 から300エアバス A310 はヨーロッパの企業連合であるエアバスインダストリーが開発、製造した中型の双発ジェット機である。A310 はエアバス A300 の胴体を短縮して座席数を200席強とした旅客機として開発され、ボーイング機と直接的に競合した初めてのエアバス製品となった。 システムのデジタル化や自動化を進めつつ、いわゆるグラスコックピットを導入したことで、A310 は操縦士2人だけで運行可能なワイドボディ機の先駆けとなった。A310 のエンジンはターボファンエンジンで、ゼネラルエレクトリック車とプラットホイットニー車の製品を装備する仕様がある。A310 シリーズには2つの旅客型、価客コンバーチブル型。 旅客型からの改造による貨物専用型、さらに軍や政府向けの多目的輸送機、空中給油機が存在する。最初に登場した A310 から200は、単、中距離路線向けに開発された旅客型であり、1983年にルフトハンザドイツ航空とスイス航空によって初就航した。 1985年に初就航した A310 から300は、機体寸法は A310 から200と同じだが、複合材料の採用拡大による機体軽量化、水平尾翼内への燃料タンク増設、燃料位相による機体重心制御の導入などにより、最大航続距離性能が強化された。A310 の就航当初は、 欧州域内を結ぶ路線や欧州と中東、北、アフリカを結ぶ路線を中心に用いられた。1980年代後半になると、イタップスと呼ばれる、創発機の長距離飛行に関する緩和要件が認められ、欧州と北米を結ぶ大西洋横断路線や、欧州と日本を結ぶ長距離国際線でも運行されるようになった。冷戦終結後には、 旧東側諸国でも採用され、1991年に西側諸国製の旅客機として初めてロシアの形式証明を取得した。1993年には中古の A310 を貨物専用機へ改造する事業が始まった。1998年に初飛行した255号機を 最後に A310 の生産は途絶え、エアバスは2006年に生産終了を正式発表した。2014年4月までに A310 の機体損失事故は12件発生し、そのうちの8件は死亡事故である。本校では以下、エアバス製旅客機及びボーイング製旅客機については、社名を省略して数字のみで表記する。例えば、 エアバス A300 であれば A300、ボーイング767であれば767とする。1974年のファーンボローを国際航空省で飛行する A300。A300 はエアバスインダストリーが最初に開発した製品でエールフランスによって初就航した。アメリカのボーイング社やダグラス社に販売面や 資金力で大きく先行されていたヨーロッパの航空機メーカーは1970年12月に企業連合エアバスインダストリーを設立し世界初の総発ワイドボディ機となる A300 を開発した A300 の納入は1974年5月に始まりエールフランスによって商業運行が開始された当初 A300 の販売は苦戦したが 1977年に40機の注文を獲得して状況が好転し、翌年にはイースタン航空からの受注により念願の米国進出も果たした。事業存続の見通しが立ったエアバスは製品ラインナップの拡充を本格的に考え始め、市場調査に取り掛かった。1960年代には、 航空輸送需要は当分拡大し続けるとの見方が一般的だったが、1973年のオイルショックなどをきっかけとして、ジェット旅客機の需要は急減速していた。一方で、1980年代になれば707や727、ダグラス DC-8 などの退役が始まり、後継機として座席数200席強のン。 中距離路線向けの旅客機需要が高まると予測された。エアバスでは A300 の発展版としていくつかの機体案を検討していたが、その一つに A300 バイト10と名付けられた胴体短縮型があり、先の市場予測で需要が見込まれる機体サイズに合致するものであった。旅客機の発展型の開発において胴体延長型の成功例に対して、 短縮型の事例は少なかったが、エアバスは、市場調査の結果を踏まえ、胴体短縮型の開発に乗り出すことにした。A300 バイト10の当初案では、胴体を単純に切り詰めるだけで、開発経費を抑えるために、主翼やシステム類は、A300 のものをそのまま用いるとされた。しかし、当時、A300 バイト10と同じ市場を狙って、ボーイングが、 全くの新規開発となる、総発ワイドボディ機 7X7 の研究を行っており、エアバスはこれに対抗するため、新型機構想にできるだけ、新しい技術を盛り込むことにした。短縮される胴体サイズに合わせて、主力を設計し直すとともに、機体システムのデジタル化、自動化を推進することで、ワイドボディ機として、世界で、 初めて操縦士二人での運行を実現する案がまとめられた。この機体案は A300 から胴体を10フレーム短くすることから A300 から10と名付けられ、後に正式名称が A310 と決定された。A310 案は、ルフトハンザドイツ航空から50機、スイス航空から20機の受注を獲得し、さらにその後、エールフランスとサベナ航空も、 発注の意向を示した。これを受けてエアバスは、1978年7月7日に、同社の2番目の製品として A310 を開発することを正式決定し、同月13日には、フランスと西ドイツの政府が、事業認可を与えた。 これは A310 の直接的な競合機とされた767の開発が正式決定される1日前のことだった。また、イギリス政府はこれまでエアバスインダストリーへの参加を見合わせていたが、同社が徐々に事業を発展させていく様子を見て方針を転換した。1977年4月に、 宝シドレー社をはじめとするイギリスの航空機メーカー4社の統合により、国有会社のブリティッシュエアロスペース社が設立され、BAE 社は1979年に1月にフルパートナーとしてエアバスコンソーシアムに加盟した。正面から見たパキスタン国際航空の A310。A310 は A300 と胴体断面を共有する。 ブリティッシュカレドニアン航空の A310 から200。A300 の胴体を切り詰め、ビブの絞り込みも急になった。A310 の元々のコンセプトは A300 の胴体を10フレーム短縮するということだったが、具体的な設計を経て5カ所で合計13フレーム分の短縮が行われることになった。キャビン部では主翼の前方で6フレーム。 主翼の付け根にあたる、中央胴体で2箇所から角1フレーム、主翼後方で3フレーム取り除かれた。さらに、このままでは、機体の重心位置から尾翼までの距離が長くなって、しまうので、圧力隔壁の後方にあたるテールコーン部で2フレーム、取り除かれ、合わせて、ビブの形状を A300 よりも急角度で絞り込むように修正された。以上の変更により、 全長が6.96メートル短縮された一方で、キャビン長の短縮分は5.91メートルにとどまり、A300 と比較して A310 は胴体長に占めるキャビン長の割合が大きい機体となった。A310 の主翼は7000キロメートルの航続距離を無理なく実現しつつ、 短距離路線での運行経済性を損なわないという二つの要求を満たすように新たに設計された。翼型は A300 で採用されたリアローディング翼型を洗練させ翼の後半で得られる揚力がさらに大きくなった。翼平面型については A300 の主翼と比べて大きなアスペクト比を持つ細長い翼となり翼面積で16%ほど小型化された。 A300 では、主翼の製造において複雑で大掛かりな外反の加工を避けるため、主翼の翼厚比を一定としたシンプルな形状を採用するとともに、外反を翼幅方向で2枚に分けて製造し、継手でつなぎ合わせていた。これに対して、A310 の主翼は、翼の付け根を厚く、翼端に行くほど、薄くなるように翼厚比が変化する複雑な局面を、 持つ設計となった。さらに、生産設備を改修して、欲服方向に、継ぎ目のない外板の製造に踏み切り、主翼の構造重量の低減を図りつつ、主翼内に搭載できる燃料を増やした。高揚力装置の構成については、前円は A300 と変わらないが、後円のフラップは A300 よりも簡略化され、フラップを動作させる。 トラックレールのフェアリングも A300 より一つ少なくなった。また、A300 の主翼で設けられていた外翼部の低速用エルロンも廃止された。一方で、主翼動翼の操作系には、電気的信号を介する、いわゆるフライバイワイヤー方式を採用し、スポイラーを左右非対称に展開可能にすることで、ロール運動の制御にも用いるようにした。 以上のように洗練された A310 の主翼は、巡航速度域での要降比が A300 よりも高くなり、大まかに言うと、同じ揚力を得るのに必要とする水力が小さくて、済むようになった。スイス航空の A310 から200。ローンチカスタマーの一社となった同社は、P&W 社の JTQD エンジンを選択した。尾翼は、 A300 と同じく胴体に直接配置する一般的な構成とし、垂直尾翼は A300 のものが流用されたが水平尾翼は再設計され翼面積が8%ほど小さくなった膠着装置も新規に設計されたが配置や構成は A300 と変わらない A310 の設計当時ワイドボディ機の運行には機長、副操縦士 航空機関士の3名の乗務を必要としていたが、A310 では、機長と副操縦士の2人だけで運航することを前提として設計された。操縦士の作業負担を低減するため、機体のシステムの一部が自動化されたほか、従来の機械式計器に変えて6機の CRT ディスプレイに、計器情報を統合的に提示するコックピットが開発された。また、 電気信号によって指令を送るフライバイワイヤーによる操縦システムが先に述べたスポイラーの他にスラットやフラップにも採用された操縦システムのデジタル化自動化といった技術革新は軍用機で先行して行われ旅客機へも波及し始めた時期でありエアバスでは二人乗務化を見据えて A300 のコックピットの改良を行っていたが A310 では 当初から二人乗務が可能なコックピットの開発、試験が行われた。A310 と同時期に、ボーイングが開発を進めていた757、767でも二人乗務のコックピットを準備していたが、大型機の二人乗務化の是非をめぐって議論があったことから、三人の乗務を必要とするコックピットに変更して試験が行われていた。 しかし、A310 が二人乗務で、欧州の形式証明を取得できる見込みが立ったことで、ボーイングは対抗するため、急遽、757、767を二人、乗務仕様に戻している。エンジンは、高バイパス比のターボファンエンジンを採用し、ゼネラルエレクトリック社の CF6 シリーズ、プラットホイットニー社の JTQD シリーズ、 ロールスロイス社の RB211 シリーズの3種類を装備する仕様が用意された。ローンチカスタマーのルフトハンザ航空は CF61 シリーズ、スイス航空は JTQD シリーズを選択した。RR 社の RB211 エンジン装備仕様については以降も選択する航空会社が現れず結局生産されなかった。 A310 の胴体断面は A300 と共通であるため、客室内の幅、高さ、そして座席配置なども基本的には変わらず、LD-3 航空貨物コンテナを横2列で収納可能な床下の貨物室も引き継がれた。内装ではオーバーヘッド瓶が新しくなり、棚の下端部には通路を移動する乗客のための手すりが設けられた。 A310 では複合材料の採用範囲が拡大された。A300 の設計当時はガラス繊維強化プラスチックを除く複合材料は戦闘機などで採用が始まったばかりであり、A300 での複合材料の使用はごく一部にとどまっていた。これが1970年代末になると炭素繊維強化プラスチックなどが民間機でも普及し始めており、 A310 ではフェアリングなど一部の二次構造部材に採用された。使用された炭素繊維は日本の東レが供給した。当初の A310 の開発計画では、航続距離が異なる二つのタイプが検討されていた。A310 から100は燃料タンクを主翼のインテグラルタンクのみとした短距離型 A310 から200は、 中央翼内にもタンクを加えて燃料搭載量を増やした中距離型である。A310 から100の航続距離は約 3400km で欧州域内や米国内の路線向け一方で A310 から200は航続距離が 6500km ほどで北米大陸の横断も可能な仕様であった。この2タイプが航空会社に提案されたが 航空会社からの発注は A310 から200型に集中し、エアバスでは A310 から100も受注があれば生産可能としていたが、結局一機も注文がなく製造されなかった。A310 から200のプロトタイプ。ローンチカスタマーの2社に敬意を表し、左半分にスイス航空、右半分にルフトハンザ航空の塗装が施された。 1982年、デュッセルドルフ国際空港にて、A310 の生産は A300 と同じく国際分業体制によって行われ、エアバスへの出資各社の分担は表にの通りに割り当てられた。ベルギーのベルエアバス社もエアバスとの契約に基づき、A310 の生産に参加したほか、ビブの生産はドイツエアバスの下請けとしてイタリア企業が担当した。 最終組み立てと試験飛行は A300 と同様にフランスのトゥールーズで行われた A310-1 号機は A300 の162号機を改造して作られ1982年2月16日にロールアウトし同年4月3日に初飛行した A310-1 号機はロールアウト時にはローンチカスタマーとなったスイス航空と ルフトハンザ航空の両者に敬意を表して、右半分にスイス航空、左半分にルフトハンザ航空の塗装が施された。A310 の1号機と2号機は P&W のエンジンを搭載しており、GE 製エンジンを装備した。最初の機体は3号機で1982年8月5日に初飛行した。形式証明を取得するための試験には、 1>, 1号機から5号機が投入された。試験は順調に進み、燃費性能や航続距離などで計画値を上回る性能が確認された。1983年3月11日にフランスと西ドイツの航空当局によって A310 の最初の形式証明が発行された。同月29日にローンチカスタマーであるルフトハンザ航空と スイス航空への引き渡しセレモニーが取り行われ、納入が始まった。ルフトハンザドイツ航空の A310 から200。同社は GE 製の CF6 エンジン仕様を選択した。ルフトハンザ航空は1983年4月10日、フランクフルトからシュトゥットガルト並びにロンドンを結ぶ2路線に A310 を就航させた。スイス航空も 同月21日に A310 の商業運行を開始し、チューリヒ及びジュネーブからロンドン、パリ、フランクフルトを結ぶ各線に就航した。ローンチカスタマーの2社では、新型機に付き物の小さなトラブルのほか、A310 のデジタル化、自動化されたコックピットに関連して、それまで経験したことのない問題への対処が必要となったが、これらは、 航空会社が予測していたほどではなく、A310 への信頼や評判を落とすほどの大きな技術的問題は見られなかった。1週間及び1ヶ月あたりの出発信頼度は、両者とも97%を超え、数ヶ月の運用経験を経て、さらに上昇した。初期の運用で明らかになったインターフェースやソフトウェアなどに関する問題点はエアバスにフィードバックされ、 改善策が施された。最初の数ヶ月は、スペアパーツや消耗品が不足したり、装置やソフトウェアの改修に伴う説明書等の供給が遅れたりしたが、メーカー側による改善の努力がなされた。A310 の17号機は、最大離陸重量を1 3 8 6 0 0ラムに増やした改良型となり、1983年9月に、 フランスの形式証明を取得し、以降はこのタイプが標準型とされた。A310 は、欧州の航空会社では、ルフトハンザ航空とスイス航空の他に、KLM、サベナ航空やエールフランスなどでも採用され、ヨーロッパの各都市を結ぶ路線のほかヨーロッパと北、アフリカや中東を結ぶ路線にも就航した。 欧州以外で最初に A310 を導入したのはクウェート航空で1983年9月に初引き渡しが行われた。また翌年にはキプロス航空やアフリカのアルジェリア航空、ナイジェリア航空でも A310 の導入が始まり、これらの航空会社では欧州船などに就航させた。アジアで最初に A310 を導入したのは シンガポール航空で、同社は1984年11月に最初の機体を受領してアジア路線を中心に就航させ、続いて翌年6月にはアジアで2番目の運航者となった中国民用航空局への引き渡しも行われた。パンアメリカン航空の A310 から200。同社は米国で最初に A310 を導入した。 この頃、A310 から200をベースに、価格コンバーチブル型の A310 から 200C も開発された。A310 から 200C は、メインデッキに貨物と乗客の両方を収容可能にする設備を有するモデルで、1984年11月27日に、形式証明を取得し、同月29日に1号機が、マーティンエアーに納入された。さらに、 A310 から200について最大離陸重量をもう一段階引き上げたオプションが設定され1984年11月に形式証明を取得した。米国の連邦航空局から A310 から200の形式証明が交付されたのは欧州から2年ほど遅れて1985年2月21日であった。同年5月。 パンアメリカン航空に対して、米国の航空会社として第一号となる引き渡しが行われ、同社は727の後継機として A310 を就航させた。A310 から200の開発が決定した当時、総発機の飛行ルート設定に際して、安全上の理由により60分以内に、 着陸可能な飛行場があることが求められ、大陸間路線などの長距離路線には3発機や4発機が用いられていた。しかし、エンジンの信頼性や性能の向上に伴い、1980年代に入ると、双発機の飛行経路に関する制限を緩和する検討が本格化した。また、A310 から200の納入が始まる頃には、航空会社は、 以前よりも機材の航続距離の長さを重視するようになっていた。このような状況下でエアバスは A310 の航続距離をさらに伸ばした発展型として A310 から300を開発することにした。A310 から300のローンチカスタマーはスイス航空に決まり1983年3月29日に行われた A310 から200の 引き渡しセレモニーの場で発表された。パキスタン国際航空の A310 から300。主翼の翼端には、ウィングチップフェンスが装着されている。A310 から300は、機体の寸法は、A310 から200と変わらず、航続距離を伸ばすために、水平安定板の内部にも、燃料タンクを設けて、燃料搭載量を増やすことになった。また、 尾翼と主翼の燃料タンクの間で燃料を移送し、機体の重心位置を制御するシステムが搭載された。このシステムによって、機体の姿勢を一定に保つのに必要なトリム抵抗を最小限に抑えられ、運行経済性の向上が図られた。燃料を移動してトリム調整を行う技術は、超音速旅客機コンコルドで開拓されたもので、 水平尾翼内に燃料タンクを設けて重心の制御を行った旅客機は A310 から300が初めてであった。さらに燃料搭載量を増やすオプションとして LD-3 貨物コンテナ2個分のサイズで貨物室内に取り外しできるようにした補助中央タンクが用意された。A310 から200では二次構造部材として使われていた。 複合材料の適用範囲が A310 から300ではさらに拡大され、量産旅客機として、初めて垂直安定版の一時構造部材にも CFRP が用いられ、機体の軽量化が図られた。その他、A310 から300では、主翼の翼端渦を抑えて、溶光品を向上させるため、翼端にウィングチップフェンスと名付けられた矢尻状の 板が追加され、後に A310 から200でもウィングチップ、フェンス追加回収が行われた。エンジンは A310 から200と同様に RR 車、P&W 車、GE 車の製品から選択できるようにしたが、RR 車のエンジンを選択した発注はなかった。A310 から300の1号機は JT9D エンジン装備仕様で、 1985年7月8日に初飛行した。同年12月5日に A310 から300として最初の形式証明を取得。17日にはスイス航空に初引き渡しが行われ、商業運航が開始された。また、A310 から300には P&W 社の新型エンジン PW4000 シリーズを装備したモデルも登場し、 1987年5月27日に形式証明を取得した。A310 から300の開発と時期を同じくして、規制当局や機体メーカー、航空会社らによって創発機の長距離運航を認める要件がまとめられ、1985年にイタップスと呼ばれる規格が策定された。当時、イタップス認証を取得するためには、 一定時間以上の飛行実績を必要とし、1986年4月10日に A310 で初めての120分イタップスが認められた。イタップスはエンジンとの組み合わせで認証されるものであり、各エンジン搭載型の認証日並びに、後に許容時間が180分に延長された、180分、イタップスの認証取得日は後述の表3に示した通りである。 航続距離が伸びたこととイタップスの要件を満たしたことで A310 は大西洋横断路線のような長距離洋上路線やアジアとヨーロッパを結ぶ大陸横断路線へも就航可能となった。パンアメリカン航空やオーストリア航空は欧州と米国を結ぶ北大西洋横断航路に A310 を投入した。またトルコ航空と オーストリア航空はそれぞれトルコ、オーストリアと日本を結ぶ長距離国際線にも A310 から300を就航させた。その他、1985年6月にはシンガポール航空が A310 をシンガポールモーリシャス線に就航させており、これは4000回り近い飛行ルートの大半が洋上となる路線であった。 アエロフロートロシア国際航空の A310 から300。A310 は西側諸国製の旅客機として初めてロシアの形式証明を取得した。1989年代末から1990年代初頭にかけて冷戦の終結、東西ドイツの統一といった動きがあり、A310 は旧東側諸国でも導入されるようになった。 1989年6月に旧東ドイツのインターフルークは同社発のワイドボディ機として A310 を受領した。また、1991年10月にロシアで A310 の形式証明が交付され、これは西側諸国製の旅客機がロシアの証明を得た最初の事例となった。 アエロフロートロシア国際航空は1992年8月に A310 から300を導入し、日本路線の主力機に用いたほか、ウズベキスタン航空やタロム航空でも A310 を採用し、旧ソ連邦諸国や欧州を結ぶ路線のほか、長距離国際線に投入した。ビーマンバングラデシュ航空の A310 から3001980年代の 後半には A310 は毎年20機前後の受注を得ていた。1991年時点で A310 を最も多く運用していたのはパンアメリカン航空でその数は21機であった。その他、ルフトハンザ航空、KLM、エールフランス、シンガポール航空、トルコ航空が10機以上の A310 を運航していた。ところが、 1990年代に入ると、売れ行きが急減速し、1993年に22機を納入したのを最後に、1994年以降は、年間の生産、納入数が2機ずつとなった。1990年代初頭にパンアメリカン航空が倒産し、路線と機材の一部を引き継いだ、デルタ航空は A310 を手放しつつあったほか、 ルフトハンザ航空でも A310 の運用数を減らす動きが見られた。一方でアジアや中南米などの開発途上国では1990年代に入ってから A310 を導入する会社も見られ、ビーマンバングラデシュ航空、メアト、モンゴル航空、アルゼンチン航空、エアジャマイカ、エミレーツ航空、イエメニアなどで採用された。エアバス関係者は A310 が担っていた旅客機市場は同社が開発した単通路機 A321 が代替するようになったと考えた。また同じ関係者は中距離ワイドボディ機市場で A300、A310 と争っていた767が航続力や運用の柔軟性で優れていることも認めている。エアバスでは開発プログラムの早い時期から A310 の貨物専用系を提案していたが、これまで実際に発注を行う航空会社は現れていなかった。1993年9月になって、エアバスのパートナー企業であったドイツのダサ社はフェデックスからの注文を受けて、A310 の貨物機械造事業を開始した。この発注は、フェデックスがルフトハンザ航空から、 中古の A310 から200を購入し、13機の改造を行うというものであった。貨物型改造機は、価格コンバーチブル型と同様に、左舷前方に大型の貨物扉が設置され、メインレッキに貨物を搭載するための設備が追加された。1994年7月に FAA からの認証を取得し、最初の引き渡しが行われた。その後も FedEx は、 スイス航空や KLM から A310 を引き取り、貨物機への転用を進めた。また、A310 をベースに、洋人輸送機や多目的空中給油機などの軍用機への改造も行われるようになった。年産2機という状態が数年続いた後、ついに、1998年4月6日に、初飛行した255号機を最後に、 A310 の製造は行われなくなった。もともと A310 は単中距離路線向け旅客機として設計され、A300 から小型化された主翼も単中距離用に最適化されていた。この主翼の小型化によって結果的に搭載できる燃料の容量が限られてしまい、これ以上航続距離を伸ばした発展系を開発する余地は少なかった。 結局、2006年3月に、エアバスは、A300 から600とともに、A310 の生産を終了することを発表し、総生産数255機で正式に生産を終えた。A310 と、同時期に、ボーイングが開発した767は、200席程度の座席数、2本の通路を持つ、客室、総発ターボファンエンジン、操縦士2人で、 運行可能なグラスコックピットといった A310 と共通する特徴を持ち A310 はボーイングの製品に直接的に競合した初めてのエアバス機と言われた A310 の255機という販売数は767の販売数の半分にも満たないが当機種によって開拓された新技術を用いて A300 の第二世代とも言われる A300 から600が開発され、1984年3月に最初の形式証明を取得している。A300 から600のコックピットは、A310 とほぼ共通となる二人乗務のコックピットとなり、パイロットは一つの操縦資格で両機を運行できるようになった。また、水平尾翼内の燃料タンクを用いたトリム調整システムや、 貨物コンテナ規格に合わせた追加式燃料タンクアクト、手すり付きのオーバーヘッド瓶などは A300 から600以降に開発されるエアバス機にも引き継がれている。B マンバングラデシュ航空の A310 から300を上から見下ろす。A310 は後退翼の主翼を低翼に配置した単葉機である。左右の主翼下に勾配パス比のターボファンエンジンを一機ずつ備える。 通常の尾翼配置を採用し、水平尾翼と垂直尾翼は、胴体尾部に直接取り付けられている。垂直尾翼の形状は A300 から引き継がれたが、水平尾翼は再設計され、A300 と比べて翼幅が4%、面積は8%小さくなった。A310 の胴体は、A300 と同じ胴体断面を用い、 合計13フレーム分短縮されて全長は46.66メートルである。降着装置は前輪式配置で、前足が2輪、主脚は4輪である。エアコメットの A310 から300を見上げる。降着装置を下ろし、主翼の動翼を展開している。A310 から300の左主翼を翼端側から見た写真。 翼端についている矢尻状の小型の翼がウィングチップフェンス。A310 の主翼の翼型は A300 で採用されたリアローディング翼型に改良が加えられ衝撃波の発生位置が一段と後方になったことで翼の後半で得られる揚力が大きくなった。翼厚比は翼の付け根で最も大きく翼端に行くほど小さく変化し 複雑な表面形状を持つ翼である。翼平面型についての主な寸法は表一に示した通りで、A300 の主翼と翼服はさほど変わらないが、アスペクト比が大きく細長い翼である。高揚力装置は、前縁にはスラットとクルーガーフラップがあり、後縁には外翼部に一枚式のファウラーフラップ。 内翼部にベーン付きのダブルスロッテッドフラップを備え、フラップを動作させる、トラックレールのフェアリングは4つである。その他の動翼として、公園のフラップ間に、全速度エルロン、変翼あたり7枚のスポイラーを備える。スポイラーは、エアブレーキとグラウンドスポイラーの役割を持つほか、外側の3枚は、ロール操縦にも用いられる。A310 から300では、 翼端渦を制御して、陽光品を改善するため、ウィングチップフェンスと名付けられた矢尻状の小さい板が、翼端に追加され、後に、A310 から200でも追加回収された機体が、登場している。A310 では二次構造部材として、CFRP と GFRP のほかアラミド繊維強化複合プラスチックが用いられている。各部材の主な使用部位は、 CFRP が方向だ、昇降だ、降着装置の格納扉、キャビン床の指示材、GFRP が垂直安定板の前縁と、後縁、水平安定板の翼端部、キッシュのレドーム、アフプが、主翼のトラックフェアリングや、パイロンカバーの一部などである。また、A310 から300からは垂直尾翼の一時、構造部材としても CFRP が採用されている。 主翼燃料タンクのアクセスパネルの他エンジンからの高温空気を通すダクトにはチタン合金も使用されている。S7 航空の A310 から200のコックピット。CRT は左右の操縦桿の奥に縦に2機ずつ中央のコンソールに2機配置されている。中央の CRT の間に並ぶダイヤル式計器がエンジン計器類である。A310 の操縦室は カラー CRT ディスプレイ上に景気情報を提示する、いわゆるグラスコックピットである。A310 のシステムは一部がデジタル化され、コンピュータによってタスクが部分的に自動化されたほか、CRT ディスプレイによる統合的な情報提示と入力インターフェースの統合。 簡素化によって乗務員の作業負担の低減が図られ、機長と副操縦士の2名で運行することが可能である。A310 に続いて開発された A300 から600は A310 とほぼ共通化されたコックピットを持ち、パイロットの操縦資格も両機で共通化されている。コックピットの CRT ディスプレイは左右の操縦席に各2面、 中央に2面の計6面配置され、操縦席側のディスプレイには飛行情報や後方情報が表示され、中央のディスプレイには燃料、油圧、空調などのモニタリング情報が表示される。エンジン関連ケーキについては、開発当時の法規制への対応のため、全面コンソールの中央に従来型のダイヤル式ケーキが残された。スラット、フラップ、 スポイラーといった主翼の動翼の操縦には、電気信号によって指令を伝達する、フライバイワイヤー方式が導入され、左右の翼で別々に展開可能となったスポイラーは、ロール運動の制御にも用いられる。警報システムには、電子式集中化航空機モニターを採用し、効率的な対処が可能となった。ビジネスクラスエコノミークラスルフトハンザ航空による、 運行当時の A310 から300の客室。通路が2本配置され、ビジネスクラスで2から2から2、エコノミークラスで2から4から2の座席配置である。A310 の客室内は、胴体断面を共有する A300 とほぼ同じ幅と高さで、通路を2本持ち、通常のエコノミークラスで2から4から2の8、アブレストである。キャビン長は33.24メートルで、 エアバスが示した標準的な座席数は2クラス構成で205から234席、ファーストクラスを設ける3クラス構成で187席である。また3から3から3の9アブレスト配置とすることも可能で単一クラスとして座席間隔を詰めた場合280席程度まで設置できる。手荷物を収納する頭上のオーバーヘッド便は 窓側と中央の各座席ブロックに設けられている。オーバーヘッド瓶の下端部には溝状の手すりが設けられ、通路を移動する乗客は体を支えるために他人の座席の背もたれをつかまずに済むようになっている。客室扉は片側あたり3カ所設けられ、客室の最前部と最後部に乗降用ドア、主翼上にあたる位置に非常口が配置されている。 中期中の A310 から300。タラップが接続され、前方床下,下の貨物扉が開いている。胴体床下には LD、LD-3 航空貨物コンテナを2個並列に、搭載可能な貨物室が設けられ、最後部には、バラ積み貨物を搭載するスペースが用意されている。貨物室は、主翼取付部を挟んで前方と後方に分かれており、 前方の貨物室にコンテナを8個、後方貨物室に6個まで搭載可能である。また、バラ積み貨物スペースにコンテナを1個搭載できるように、するオプションも用意された。コンテナ用の貨物扉は、右辺下部の前方と後方に設置され、さらに後方に、バラ積み貨物用のドアも設けられている。A310 シリーズは、 まず旅客型の A310 から200が開発され、その後、発展型として、コンバーチブル型の A310 から 200C、長距離型の A310 から300が開発された。また、旅客型からの派生型として、貨物専用型への改造機のほか、政府や軍向けに多目的輸送機、多目的空中給油機なども作られた。A310 の形式名は、 装備エンジンごとに下2桁が細分化されている。RR 製エンジン仕様の裁判も計画されていたが実際には生産されなかった。イラン航空の A310 から200、イエメニアの A310 から200、A310 シリーズで最初に開発されたモデルで、ルフトハンザドイツ航空とスイス航空によって1983年4月に初就航した。 エンジンは GE 社の CF6 シリーズ、または P&W 社の JTQD シリーズを装備する。A310 から200は単中距離路線向けに開発され、就航当初は欧州各国を結ぶ路線や欧州と中東、北、アフリカを結ぶ路線などで用いられた。その後、アジアや米国などの航空会社でも導入され、イタップスの認証交付の動きと前後して、 長距離洋上路線への就航事例も見られるようになった。マーティンエアーの A310 から 200C。最前部の上空扉の後ろに貨物扉がある。A310 から 200C はメインデッキに旅客と貨物を収容できるようにした。可客コンバーチブル型で胴体下舷の前方上空扉と主翼の間に当たる部分に大型の貨物扉を有する。 マーティンエアからの発注を受けて生産され、1984年11月27日に、形式証明を取得し、同月29日に納入された。最初からコンバーチブル型として製造されたのは1機。のみだが、旅客型から改造された機体もある。A310 から200と寸法は変わらず、航続距離を延長した発展型で、 1985年12月にスイス航空によって初就航した水平安定版内に燃料タンクを設け主翼のタンクとの間で燃料を移送させることで機体重心位置を制御するシステムを旅客機として初めて採用した A310 から300では機体の軽量化のため複合材料の使用範囲が拡大され使用量は合計6.2トンとなり 量産旅客機として、初めて、一時構造材として、垂直安定版の主構造に、CFRP が採用された。また、床下貨物室に追加装備が可能な補助燃料タンク、ACT が用意された。ACT は LD、LD-3 貨物コンテナ2個分の寸法で、容量が7200リットルあり、最大2個まで搭載可能である。エンジンは、 GE 社の CF6 シリーズ、または、P、P&W 社の JTQD シリーズを装備し、P&W 社の PW4000 シリーズ装備仕様も開発された。A310 から200同様に、A310 から300もイタップス認証を取得し、航続距離の長さを生かして、欧州と米国を結ぶ大西洋横断路線や、欧州と日本を結ぶ。 大陸横断路線といった長距離路線へも就航したフェデックスの A310 から200回左限前方に設けられたメインデッキの貨物扉を開いているメインデッキに貨物を搭載できるようにした貨物専用型であるエアバスでは A310 の貨物専用型の生産の用意をしていたが最初から貨物型として受注生産された機体はなく 現在運用されている貨物型は、旅客型からの改造機である。形式名の A310 から200回、マイナス 300F は、改造元となった旅客型の形式名の末尾に、それぞれ F を付けたものである。A310 から 200C と同様に、左舷前方に、大型の貨物ドアが設置され、メインデッキの床などが強化されたほか、煙探知、 火災検知装置が追加されている。また、統計式では、ほとんどの客室窓が塞がれているほか、後部上高扉も閉鎖されている。貨物室の使用は、A310 から200回とマイナス 300F で保護、同様で、メインデッキ貨物室には、2.233.17メートルの貨物パレット、またはコンテナを16個搭載できる。貨物型への改造事業は、 ダサ社が行っており、1994年7月に A310 から200から改造された、最初の A310 から200回が、フェデックスに納入された。A310 から300回についても、フェデックスからの発注により改造が行われており、ベースの旅客型の性能を引き継ぎ、A310 から200回よりも、最大離陸重量と、航続距離が大きい、 A310 からは、政府専用機や軍用機といった派生型への改造も行われ、用人輸送、兵員や物資、装備品の輸送、医療救助などを行う多目的機のほか空中給油を行う設備を加えた多目的空中給油機 A310MRTT も開発された。2015年には A310 を微小重力環境実験用に、 改造した A310-0G が開発され、運用を開始した。ドイツ空軍の A310MRTT。左右の主翼から、空中給油用のドローグを伸ばしている。A310MRTT は、旅客型からの改造機であり、政府や、軍の要人輸送、兵員や物資、設備の輸送、医療救助、そして、空中給油を実施する装備を備える。 メインデッキには、貨物機と同様の大型貨物扉などの設備を備え、軍用の物資や装備品を搭載可能である。前後の床下貨物室には、燃料タンクが増設され、滝への給油のほか、磁気の燃料としても、供給可能なシステムを持つ。空中給油のためのアーム付き給油口は、左右の主翼下に、それぞれ1機ずつ備える。給油システムの操作席は、 コックピットの後ろに設けられている。A310MRTT への改造は、エアバスグループ市会社のイズフォー社と、ルフトハンザ航空の子会社である、ルフトハンザテクニック社との共同事業として行われた。A310 旅客型から改造された、最初の機体は2004年3月に初飛行し、同年9月に、ドイツ空軍と、カナダ空軍がそれぞれ初受領している。 また、開発はされなかったが、IAI とレーセオン、アンセットオーストラリア航空の合同チームが、オーストラリアのエアンドーシー機選定計画である、プロジェクトエア5077、ウェッジテール 2A310 から300をベースに、ファルコンをベースとした、レーダーシステムを搭載した、A ワックス機の開発案を提示している。A310G は、 放物線飛行を行うことで微小重力環境を作り出す科学実験機である。A300G はフランス国立宇宙研究センター参加のノバスペース社が運用する。ベースとなったのはドイツ空軍が政府専用機として運用していた A310 から300で2014年6月にノバスペースが購入し、ルフトハンザテクニック社によって改造作業が行われた。 A300 をベースとした A300G の後継機として2015年5月8日に運用が開始されたと発表された。フェデックスエクスプレスの A310 から200回ドイツ空軍によって運用されている要人輸送仕様の A310 から300。ドイツ空軍はインターフルークが解散した後、同社から A310 を引き継いだ。 A310 は255機が製造、納入された。就航開始の1983年から運用数は増加を続け、1990年代後半には210機を超えた。2000年代に入ると運用数が減少傾向となり、2012年に100機を下回り、以降も退役が進んでいる。かつて A310 は、 欧米や中東の航空会社を中心に採用され、新造機を10機以上受領した航空会社は、シンガポール航空、ルフトハンザ航空、パンアメリカン航空、トルコ航空、カナダのワードエア、エールフランス、クエート航空、KLM であった。スイス航空は A310 から200と A310 から300のローンチカスタマーとなったものの、 1996年のサベナ航空との提携後に経営状況が悪化して2001年に経営破綻してしまい、A310 の納入数は合計9機にとどまった。フェデックスは中古の A310 を買い集め、その運用数は2008年から2009年にかけて70機に達し、最多運用者となった。日本では A310 を発注する。 航空会社は現れなかった。A310 が開発された、同時期に直接的な競合機となる767が開発され、767は登場後まもない1980年代前半から、急速に日本での導入が進んだ。当時、導入機材の候補に A310 も入っていたが、 日本の航空会社が767を選択した主な理由の一つとして767の開発、製造に日本の航空工業会が参画していたことが挙げられている。2018年7月時点の統計によると31機が運用されている。運用数が最も多い旅客航空会社はイランのマーハーン航空でその数は9機。 続いて、カナダのエアトランザットが7機となっている。現役の旅客型は A310 から300のみである。A310 から200の旅客型は2013年時点で最後の1機がヨルダンアビエーションで運用されていたが2014年時点で退役した。貨物航空会社ではフェデックスエクスプレスが4機を運用している。 2018年末の時点で政府専用機、軍用機として A310 の派生系を運用しているのはフランス空軍、ドイツ空軍、カナダ空軍であり、そのうちドイツ空軍の4機とカナダ空軍の2機は MRTT で、残りは輸送機仕様である。特にカナダ空軍のものは CC-150、ポラリスと名付けられている。過去にはスペイン空軍、 ベルギー空軍、太陽国空軍、太陽室、クウェート政府、カタール政府、ブルネー政府でも、用人輸送機などとして、A310 が運用されていた。合計255機の A310 が、生産、納入された。シベリア航空の A310 から3 2 0 1 7年10月、現在、A310 の機体損失事故は11件、発生しており、 合計825名が亡くなっているほか、A310 で9件のハイジャックが発生し、合計5名が死亡している。以下、死亡者が発生した、機体損失事故を、発生順に挙げる。ありがとうございます。